ちゃお、あっちゃんです。今日3月の16日あっちゃん家の晩ご飯肉じゃがしようかなと思ってね。今日卒業式やし、なんか今食べさせて連れて行こうかみたいな。だるいめんどくさいって言うから、じゃあなんか作ろう、肉じゃがします。まあ近いうちにどっか食べに行ってくるわ、ね、はい、ということで作っていきましょう。はい、作っていきましょう。じゃがいもがね、めっちゃ芽出てんのよ。これは皮むかなあかんかな、まあ、様子見た都合です。手が冷たい。芽を取っていきます。よいしょ。ちょっとね、皮緑色してるんで剥いていきます。剥きたくはないけどね。よし、これで剥きたくはなかったけどね、皮は剥いちゃいました。仕方ない、ちょっと古いからね、芋がね。で、青色しとって
ちょっとソラニンがたっぷりありそうなんでね、目も結構出とったんでね、よいしょ。じゃがいもね、肉じゃがなんでね、まあ、適当に切っていきます。よいしょ。よいしょ。この辺は多いのかな。ちょっと傷んでんなこれ。まあちょっと乱切りでね。で、人参も。これね、結構ね、あれが多いやつ。人参のね、なんやら、人参の、栄養分の多いやつね、これね。赤が強いでしょう。ねったっけな。熊本なんとか人参。熊本やったっけな。ちょうだっけな。どっか九州の人参やけどね。しゅんで、玉ねぎ。5時になった。まーちゃん玉ねぎ好きなんで入れていっぱい入れとこう。まーちゃんが食べるしね、責任持ってね。ではね、あとそれとね、こんにゃくがね、ないのよ。しらたきがないから、もうね、刺身こんにゃくで代用します。よいしょ。お得用のね、でっかい刺身こんにゃく買ってんけど、使い道がなくってね、春季までいけるな。6月までいける。これ出すとね、食べてしまわなあかんからさ。今日刺身こんにゃくにしようか。めっちゃ入ってんね。だから、500g 入ってるからさ。刺し込んやったら、さーっと洗ったの使えるでしょ。よいしょ。これね、水切っときます。お肉は、黒毛和牛。肉じゃがいのやつね、これ買ってきた。1180円のやつ。作っていきましょうか。あ、それで、待て。それとね、お揚げさん。ちょっと待って、玉ねぎ邪魔になるから。移動するわ。
お揚げさんを普通肉じゃがには入れへんんだけどね、ちょっと美味しそうなんでね、田舎揚げをね油抜きして、あちお揚げさんをね、どうしようかな、こんな感じでね、お揚げさんも、お揚げさんもね、いきます。お揚げさんも一緒にいきましょう。これはね、お味噌汁に使おう。では作っていきましょう。まずね、玉ねぎをね油でさっと炒めます。玉ねぎをさっと炒めます。で、玉ねぎをね炒めてね、牛肉もね、これは348g のお肉を一緒にね炒めます。肉じゃがやからちっちゃめに切ってくれたんだよ。ここにね、岩塩をちょっと振りかけときます。牛肉をね、さっと炒めます。色変わるぐらい炒めてね。牛肉はね、熱そんなに入らんでも大丈夫だけど、これから煮るからね、しっかり入れとかんと味がね、味ってあの旨味が落ちちゃうんでね、色変わるまで炒めときます。多分これ牛肉やからね、ほんまでも美味しいもんよ。うん、美味しい。ちょっと塩薄いな。味付けするからね、塩薄めでいきました。ここへね、全部入れます。あ、で、
蜂蜜を、まあ、適当。んで、お酒を、もうないわ。あるだけ入れましょう。んで、みりんをね、大さじ3ぐらい。で、醤油を大さじ、大さじ3ぐらい。こんなもんかな。わかんないのよ、これぐらいでね。うん、こんなもん。で、水をね、どれぐらいいこうかな。これで300か。400、こんなもんかな。これでね、ちょっとね、煮詰めときます。ちょっと薄いかな。もうちょっとね、蜂蜜を入れて、醤油を入れます。醤油あらへんな。買ってあるからいいんだけど。さっきアマゾンからそろそろ醤油が切れませんか言うて通知が来とったな。管理してくれてんねん。うん、こんなもんやね。でここにね、こんにゃくをね、刺身こんにゃくをちょっと、白滝じゃないよね。刺身こんにゃくを入れます。青さ刺身こんにゃくね。もうちょい入れたろうか。これは刺身こんにゃくで食べよう。よいしょ。これでね、落とし蓋。しぶたアルミホイルどこ行ったっけな。ではね、中火にして約10分落とし蓋しておきます。はい、10分茹でてんけど、まだちょっとね、お芋さんが硬そうやったからプラス5分、15分茹でました。
あと30秒ぐらいで15分ぐらい経つねんけど、でね、10分ぐらい出た時にちょっとひっくり返した。で、これね、お麩ちょっと入れてみた。なっちゃんお麩好きやからね。お麩を入れてみました。で、お麩とかね、揚げさんとか、普通に肉じゃがには入らん素材が入ってね。こんにゃくはね、刺身こんにゃくが入ってね。まあこんな感じでね、ちょっとあっちゃんアレンジをかけてます。これで約ね、あと10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、これで15分煮たんで、蓋して、熱冷ましておきます。これでね、食べる前に、一回熱冷まして、食べる前にもう一回熱入れます。これで味入るでしょう。